皆さんこんにちは、パンダパパです。本日はスイスメレンゲの泡立て方について話したいと思います。最近スイスメレンゲで作る乾燥空洞なしマカロンの作り方動画をいくつか公開しているのですが、それらの動画および他の SNS でスイスメレンゲについて詳しく教えてほしいというコメントをいくつかいただきました。そこでいつものよくある質問は1本の動画にしちゃおうという作戦で動画にしております。普段の動画ではお伝えできていない細かい情報も収録しております。ではメレンゲ作りをどうぞ。材料はこちらです。まずは準備です。卵白 33g を冷凍庫に10から15分間ほど入れておきます。60度程度のお湯を用意します。卵白の一部のタンパク質は60度程度から固まりだしますので、高温のお湯は NG です。続いて泡立てです。冷凍庫に入れていた卵白 33g はこんな感じです。卵白 33g のコショウを切ります。先ほどの冷凍およびこのコショウを切る工程の目的は卵白をサラサラにすることです。泡立てる必要はありません。後の湯煎工程でも卵白はサラサラになりますので、ある程度同等卵白が切れたら OK です。続いて卵白 33g にグラニュー糖 30g を加えます。湯煎しながら混ぜて50度まで温めます。50度まで温めつつ、先ほど加えたグラニュー糖をしっかり溶かすようにしてください。混ぜる目的はムラなく温めるグラニュー糖を溶かすの2点です。この工程でも泡立てる必要はありません。まあ結果的に少し泡立ってしまいますが、積極的に泡立てなくて OK です。もちろん多少泡立ってしまっても問題ありません。先ほども少し話しましたが、卵白は温めるとコシが切れサラサラになっていきます。混ぜていればサラサラになってくるのが感じられると思います。サラサラになってきたらこまめに温度を測るようにしてください。あとはボウルは金属製のものを使用してください。金属製の方が熱伝導率が高く卵白が温まりやすいです。熱伝導率が高いということは湯煎から外した後は冷めやすいのではと思った方もいるかもしれません。その通り、冷めやすいです。ただスイスメレンゲの泡立てる際の温度は40度ぐらいがベストです。卵白は温度が高い方が泡立ちやすいので、50度といったようにあまり温度が高いと泡立ちすぎるという懸念があります。金属製のボウルで50度まで温めた後、湯煎から外して泡立てているとちょうどいい感じの温度に下がってくるイメージです。なので湯煎から外したらレモン汁を加え、すぐに泡立てるようにしてください。ハンドミキサーを準備していなかったから放置して温度が下がっちゃったというのはよくある失敗例なので気をつけてください。たまにコメントで50度を確認した後も各工程でこまめに温度を測った方がいいですかと質問をいただきます。湯煎の段階で50度を確認すれば、その後は特に温度を測らなくて OK です。温度を測っている間も温度はどんどん下がってくるので、むしろ測らない方がいいです。50度を確認したらあまり気にせずどんどん作業を進めちゃってください。次にレモン汁を数滴加えます。メレンゲの安定性が上がります。味への影響はありません。続いて中高速で泡立てます。我が家のハンドミキサーは5段階調整なので4で泡立てております。中高速ってどういう意味ですかとたまに質問をいただきますが、中速と高速の間という意味です。あとはハンドミキサーは1箇所で停止せず小刻みに動かすようにしてください。小刻みに動かすのは意外と重要なポイントです。あまり動かさないと3分間泡立てても全然泡立ちません。動画のように小刻みに動かすようにしてください。
ハンドミキサーがボウルに接触してしまうと異物混入の恐れがあります。小刻みに動かしていると接触することもあると思います。金属製のボウルなので多少は大丈夫と思われますが、極力接触しないように気をつけてください。あとは泡立て工程のポイントとしては、卵白に水や油が混入してしまうと泡立ちが悪くなってしまうので気をつけてください。ボウル等の器具に水滴がついているのは NG ですし、卵白に卵黄が混入しているのも NG です。器具はきれいなものを使ってください。卵黄は油なので絶対に混入させないでください。あとアーモンドプードルが混入してもメレンゲがうまく泡立たなくなってしまいます。アーモンドプードルがメレンゲの泡を潰してしまうからです。粉類をふるった際に使用したゴムベラを泡立て途中のメレンゲに使ってしまうはやりがちな失敗例ですので気をつけてください。また2セット連続で作られる際は生地がついたゴムベラも使い回さないようにしてください。あとは私たちがメレンゲ作りで結構大切だなと思っているのは、先ほど話したサラサラ卵白、まあ水溶性卵白と言ったりするのですが、まあその水溶性卵白が結構大事だと考えております。私たちも初めてマカロンを作った時はあまりうまくいかなかったのですが、水溶性卵白を意識してから成功した印象です。新鮮な堂々卵白、まあ一般的には濃厚卵白というのですが、新鮮な濃厚卵白の方がボリュームのあるメレンゲができると書いてある本もありますが、私たちの経験では水溶性卵白の方がマカロン用のメレンゲには向いている印象です。水溶性卵白は結構重要だと思いますよ。次にゴムベラで引き目の卵白を混ぜ入れます。はじめの方に飛び散った泡立っていない卵白を混ぜ入れるイメージです。先ほどの工程でも話した通り、ゴムベラはきれいなものを使用してください。再び中高速で泡立てます。5段階調整の4で泡立てます。先ほども話した通り、ハンドミキサーは小刻みに動かすようにしてください。先ほどは3分間でしたが、今回は1分間で OK です。時間はあくまで目安程度と思っていただいて構いませんが、泡立てすぎも NG なので気をつけてください。グラニュー糖が結構入っているので泡立てすぎても離水することはないと思いますが、離水しなくとも後の工程で不具合が出てきます。具体的にはマカロナージュをいくら行ってもリボン状に落ちなかったりします。実際そのようなコメントをいくつかいただいているので、泡立てすぎには気をつけてください。動画通り中高速で計4分間泡立てていただければ基本問題ないと思います。最後に低速で混ぜ泡を均一化します。5段階調整の1で行っております。ハンドミキサーはゆっくりと動かすのがポイントです。泡立てるというよりかは大きな泡を潰して小さな泡に均一化していくイメージです。この工程を行うことできめ細かいメレンゲに仕上がります。この工程をおろそかにすると大きな気泡が残ってしまい、マカロンがひび割れやすくなる印象です。この毎工程で一見十分きれいに泡立っているように見えますが、この低速2分間は必ず行うようにしてください。あとはメレンゲは時間が経つと安定性が悪くなってくるので、今見ていただいた一連の工程は極力時間を空けずに素早く行ってください。メレンゲを作る工程に限らず、その後の工程でもあまり長時間放置するのは良くないです。たまにマカロン生地を3倍とか5倍とかで作っていいですかといった質問をいただくのですが、マカロン生地を焼かずに置いておくと失敗するリスクが高まります。
これはおそらくメレンゲが関与しているのかなと。メレンゲの膨らむ力が弱まった結果、放置していた時間が長いものほど失敗するのかなと思っております。メレンゲは本当に奥深くてデリケートなので、皆さんぜひ要点を押さえてから作るようにしてください。あとメレンゲにはスイスメレンゲ以外にもフレンチメレンゲやイタリアンメレンゲといった種類があります。フレンチメレンゲに関しましては、この動画同様作り方動画を公開しておりますので、興味がある方はぜひ見てください。よろしくお願いいたします。ちなみに泡立て後の温度はここまで下がります。完成したスイスメレンゲの硬さはこれぐらいです。皆さんぜひスイスメレンゲでマカロンを作ってみてください。最後になりましたが、初めて見てくださっている方もいると思うので、軽く自己紹介をさせていただきますと、私たちはマカロンのレシピ動画を作って YouTube にアップしております。ミニマカロンやクリームたっぷりの太っちょマカロン、アーモンドプードル不使用マカロンやトースターで焼くマカロン、乾燥工程不要マカロンなど、いろいろなマカロンを作っております。先ほどから流れている映像は今までのレシピ動画から抜粋した映像となっております。実際に作っていただけるように、分かりやすいをコンセプトに動画を作っております。 YouTube で最も分かりやすいマカロンレシピ動画を目指しております。見ていない方はぜひ見てみてください。よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。パンダワンタンは YouTube 内でマカロンレシピ動画を公開しております。わかりやすいをコンセプトに時間をかけて動画を作っております。お時間ある時にでも一度見ていただけましたら幸いです。またクックパッドや Twitter など他の SNS もやっております。詳細は概要欄に載せておりますので、そちらもフォローいただけますと嬉しいです。よろしくお願いいたします。